2019-20 シーズン V リーグディビジョン1 V1 男子サントリーサンバーズのホームゲームです。東京大田区総合体育館からサントリーサンバーズ対東レアローズの一戦をお届けいたします。飛松アタック戸崎来て藤中からムセルスキー無事取れない。よく上げました高橋。飛び松塩田が入ります。ムセルスキーから藤中ブロック。飛び松第1セットは東レアローズがまず取りました。ルジェ強烈なサーブつながってムセルスキー、いやーよく取ったサントリーサンバーズ。これ鶴田のナイストスですよね。そうですね。大谷キーレよく返した。もう一回東レ高橋ブロックタッチをまた星谷が取る。ムセルスキーブロック。第2セットは25対19、終盤の連続ポイントもあってサントリーサンバーズが取りました。セットカウントはこれで1対1です。ネットイン2、藤井がしっかり反応打ち、よく上げた高橋つなぐ。藤井が打つムセルスキー、大きさのタッチです。アントニン・ルジェのタッチです。これはちょっとすごい角度に来ましたムセルスキー。崩した、あーと叩けなかった高橋。第3セット25対23、サントリーサンバーズが取りました。セットカウントはサントリーサンバーズ2対1、1つリードです。高橋そして行こうとしましたがつながって藤中、井出もよく反応しましたがよく決めました藤中。セルスキー塩田リバウンドムセルスキー。富松その後峰村がフォローして藤井、富松ルジが前に上がってきました。サーブ藤井早いの、エンドラインいっぱいです。峰村入る、井出が間に合わない、高さもありました。 G ダオサイ、サントリーサンバーズは G ダオサイもムセルスキーも小野も前にいます。ブロックは
アウトになりました。ムセルスキーがブロックアウトでポイントを最後取りました。セットカウント3-1、サントリーサンバーズホームでトレアローズを下しました。アタック決定率は 70.45% を記録。ブロック3本、サービスエース3本、これはご自身にとってはもう言うことないんじゃないですか。It's difficult to explain in English, sorry, but I'm really glad about my result, my personal result, but it's not enough for me. I want to show better result, and I hope to increase my numbers in future games. Thank you. 数字に関しては、まあ、いい数字は出していると思うんですけれども、やっぱりまだちょっと満足できていないと思います。これからもですね、まあ、リーグが長いからこそ、まあ、今の、まあ、データ、今の数字をもっと、まあ、いい数字出せるように、まあ、自分のベストをこれからも尽くしていきたいと思います。